ミーコちゃん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうなの。今年もみんながお祝いしてくれて嬉しいの。どういたしまして。はい、トリュフチョコケーキ作ったから食べてみて。あ、とっても嬉しいの。とっても美味しいの。本当？よかった。いっぱいあるからたくさん食べてね。ありがとうなの。くるみさん、どうしました？なんかさっきから気になってたんだけど、もしかしてみーこちゃん元気なかったりする？え？ああ、くるみちゃんにはバレちゃってたの。実はみーこ、最近とってもスリルが足りないの。その中でもホラー映画にとっても飢えてるの。スリル？ホラー映画？そうなの。もう見たい映画はほとんど見ちゃったの。ミーコの心を満たすスリリングなホラー映画が見たいの。ホラー映画か。私は詳しくないかな。はるなちゃんはどう？申し訳ございません、私も存じませんわ。ふっふっふ、そんなスリルに飢えたミーコちゃんに、じゃっじゃーん、私たち3人からの誕生日プレゼントだよ。これって証拠は千物語なの。もう廃盤になったホラー映画のディスクなの。一人で買いに行くというのでお任せしましたが、まさかホラー映画を買ってきていたなんて。廃盤ってことはもうどこにも売ってないんだね。ねえミーコちゃん、それってどんなお話なの？ミユちゃん、よくぞ聞いてくれたの。これは怪談話がひたすら語られるの。そして1000話目の怪談が見終わると何かが起きるらしいの。その何かとは一体？わからないの。でも見た人はみんな口を揃えて何かが起きたって言うの。なんだか全部見るのは怖そうだね。これは絶対にスリル満点な予感がするの。今すぐみんなで何が起きるか調べてみる必要があるの。私たちもですか？お誕生日会の続きですし、日を改めてで良いのでは。プレイヤーはこれで、このケーブルをテレビにつなげれば。あっ、繋がったの。ミーコちゃん、もう見ることに夢中になってるね。これは諦めてみんなで一緒に確かめるしかないよ。そうだね、くるみちゃんの言う通りかも。はるなちゃん、みんなで一緒に見よう。そんな、ミヨさんまで。それじゃあ再生するの。何が起きるのかとっても楽しみなの。